おはようございます。つりこ TV です。デプスのですね、スーパージャイアントベイトコードネームバス。ね。これがですね、2020モデルのですね、ピーコックバスカラー、そしてですね、フローティングモデル、浮くモデルなんですね。これをね、使ったところね、早速ね、面白い釣りができましたよっていうことで、まずはこちらをご覧ください。フローティング、これを投げてみたくて、よいしょ、ちょんちょんやるとグイグイテーブルターンしますね。よいしょとかあっと、うわー、バレたー、くっそー。よっしゃ、あー。やっぱ下にはすっつくんだよな毎回。ほら、おっ、食った、あー、ダメだ、あ、ついたなと思ってこうやって浮かべとくとさ、一応出てはくれんで、さっき見てドボッて。まあでもさっきのああいうのがね頻発してるんです、前では。浮かべとくとなんか下に見てるんですよ。そう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 、そっからだからキビキビっとしたアクション出したいんだけど、 300g あるから、そのバイトトリガー出せる動きが出ないんだよな。いけそう。ここの数頭で2バイトだろ。今日一番いい流しかもしんない。ふう、釣れねえ。針がちっちゃいのか。参ったな。食ってはくれてるからとりあえずね、この尺腕の一番手持ちででかいのに一回わかるんだけど、そこもまあちょっとまず針デカでチャレンジしていいですか。キャツラにほんと悔しい。こんなかかんないのは泣きそう。俺もう今もう4バイトぐらいもらったんだよ、今の人流しで。記録更新のチャンスで今日なんかは。なんだこれ。やべ、ボラかなんかかかっちゃったか。お違う絡んだだけが魚のヒット風ぐらいの引きだった。いやマジ今なんかボラかなんか着水で引っかかったのかなと思って。まずいなこれ。魚かかっても俺釣れんのかな。コードネームで釣れるまで帰れないからね。うわこれついてくんだもん。マジ80、90なんだよな。今も見てるだけで終わっちゃったけどねえ、本当なんだけど今もね油断してたら。でも微妙な30銭とかが縮まんないっての結構致命的なんだよな、シーバス釣りにおいて。あそこ、この城すごいね。ほら見えた？見えてないか。今もついてきた。結構ねおいはなんかバイトさせる何かがあるんだろう。食ったけど一瞬なんかツンってかかった感じがしたのに乗んない。甘神ねえ、いいラインいけてると思うんだけど。この流しでいける気がする。はーい。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃー。いや。よっしゃ。よっしゃ。来ましたよ。ちょっと待って。来ましたー、この名物バス。やったー。ピーコックバスカラーのね、フローティングなんだけど、コードネームバス来ましたよ。フローティングモデルでね、もうルアーがでかいからねえ、ちょっとどうなのっていう。いやー嬉しい、これは嬉しいね、サイズは小ぶりだけど、コードネームバスフローティングモデル、ね、ピーコックバスカラー、これを買ってみて、シーバスドーン、ググググってきましたよ。タックルはね、バンタムの、強いやつにレボ、ビーストロケット、ね、こんな組み合わせで、イエーイね。コードネームバス出ろうとしてる。本当はねスーパーシあのランカーと行きたいところなんだけど、ちょっとね小粒だけど、でこんな感じでね、ちょっとね針を尺腕のなんかでっかい針に変えてみてますね。なかなか乗らなかったから。でコードネームバスおよそ2個分ぐらい。はい、シーバス楽しい。改めてタックルですけど、コードネームバスにバンタムの強い竿、それにアブのレボビーストロケット、こんな組み合わせでやってみております。イエイ。はい、というわけで帰ってきました。サイズはねそんなに大きくなかったんですけども、まあね魚の追いがすごいすごい。こんなね 300g を超えるようなルアーね、なかなかね、見慣れていないのか、バシャーンっていうね、もうドカーンっていうね、すごい音をね立てながら着水するんですけども、なんだなんだっていう感じでね、シーバスが結構追いかけてくるんですよね。で、なんとかねヒットに持ち込むことができましたっていうことで、動画にまとめてみたんですけども、で動画の中でもねやっていたんですけど、これ実際にねちょっと今映ってるんですけども、スプリットリングをだいぶ増設しましたよっていうところと、フックをねちょっと変えてみました。従来のねフェザーフックね、あれもなかなか大きな番手の針なんですけども、これねジョイクロ尺腕についている針ね、なんかねこうバイトがあって腹からバホってね、食いつくんですけども、シーバスってブラックバスと比べるとちょっとねシュッっていう感じでこう吸い込むようなね、当たりが多いんですよね。でそこら辺のシーバスがねほんとねなかなかフッキングに持ち込むことができないね。これは参ったなーっていうところで、まあ、手持ちのいろいろをね組み合わせてで、まあ、今回ね、釣り上げた時に、採用していた仕掛けっていうのがこういう感じで、ブランブランのところをねこういう感じでチェーンみたいに長くして、でさらにその長くした先にこういう感じで大きめのねフックをつける。このセッティングにしたところをようやくね魚をかけることができましたよっていうね、追いかけてきて吸い込んでる姿を見るともうそれこそねランカーじゃないかなみたいな反応もねいくつかあったんですけどね、うまいことねなかなかフッキングしなかったんですよね。でこの感じにしたところまあなんとかね1匹かかってね、ああそうかっていう感じでねしばらくこの感じで試してみようと思うんですけども、懸念されるですねフックの絡み、ラインにメインラインに絡んだりとか、あとはこんだけ長くすると表前でこういう風に繋がっちゃったりするのでそこら辺が若干心配だったんですけども、使ってる時はね変なね絡みとかもなくてね、であとアクションも、そんなに破綻することなくなんというかねちゃんとフローティングしてくれて、そんでもってスイッチするとですねちゃんとグイ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 っていうねコードネームバス特有のですね、クイックなターンがねできたなっていうところで、こんな感じのセッティングいかがでしょうか。あとは、今年ねこのフローティングモデルっていうのが出たんですけども、これがねすごいね具合良かったんですよね。今までのコードネームバスが SS っていうことなんで多分スローシンキングで良かったと思うんですけども、スローシンキングだとですね、まあ、止めるとまで沈んでいくんですよね、まあ、当たり前なんですけども、フローティングこれがね結構浮力を確保してくれていて、水面ですごい激しいですねこう引き波を立てながら、ね、水面にこうポコンポコンっていう感じで、なんだろうトップウォーター的な使い方ができるんですよね。これまでの SS モデルだと竿を縦気味にして沈まないように結構連続したねスイッチをこうバッ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 って入れてなんとかね沈まないようにっていう感じで使っていたんですけども、そこがまあほっといてもねプカーって浮いていてくれるので水面に非常に魅力的な大きな波紋を残すことができるね。これがね今年モデルのフローティングモデルのいいところなんじゃないかななんていうふうに思って、あこの波紋だったらなんか夜なんかでもね騙せそうねっていう感じでね使ってみたところね早速ね、非常に魚が見に来て、そしてチュパッとかね吸い込むね数が多かったね、水面に浮かべておくことによってこうデッドスティッキングさせた時なんかも船際でチュパッチュパッとかね真空音立てて吸い込んでくれたりしてね、そういうのをねいくつも見ることができたので、こんな感じのね組み合わせいかがでしょうかっていうことで、はいまずはねこれねコードネームバスですね。はい、でタックルのところなんですけども、今回ねこんな感じのタックルでやってみました、レボのですねビーストロケットっていうことで、アブのねレボシリーズの中ですごい糸巻き量があって、そんでハイギアだよっていうねこういったリールをね最近使ってみているんですけども、これにねPE はバリバスのですね、6号ね、結構太めの PE を入れてやっています。でこのリールがですねコードネームバスみたいな重いルアーを投げるときにね非常に快適に投げれるなっていうことで使っていて、で竿がですねこれシマノのバンタムの170のUH の SB っていうですね、非常に重いルアーまで投げれますよっていうね竿なんですけども、これをね、使ってみたところですね快適に投げることができてっていうところと、あとねこの日に関してはコードネームバスを食わせるためのアクションなんですけども、もうねほんと腕ぶっ壊れそうになるんですけども素早い連続スイッチだったんですね。こう持ってこんな感じでダダダダダダってこうね竿先はこれだいぶこれで動いてるんですけども、もうねガン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 ってねアクションを入れることによってコードネームバスがですね切りもみプカーン切りもみプカーンって感じでね動くっていうねなんともこの 300g のルアーを連続トゥイッチ、そしてリアクション的に食わせるっていうね、そういう使い方だったんですけども、そういう時にこの170の、ハイパワーロッドっていうことでね比較的こういうロッドの中では短めのロッドなんでアクションの入力が非常にしやすいね。であとはこのハイギアのリールを組んでいるんで、まあ、潮の流れとかね、いろいろ考えてもですね、糸気を早く巻き取れるんで、こうパッ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 プカッパ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 ップカッっていうね、そういう感じの動きがね非常にしやすかったなっていうところで、ぜひですね、コードネームバスみたいなちょっと大きめなルアーですね、ジャイアントベイトみたいなのを素早く動かしたいななんていう時はこういった感じの組み合わせもね一つね、いいんじゃないかなっていうことで、まあ、ここら辺はねまあ小さい魚1匹釣っただけなんで、まあ、さらにねなんとかね、ランカーサイズのシーバスなんかもね、狙ってみつつさらに煮詰めていきたいななんていうふうに思うんですけども、今のところで言うとねこんな感じのね、タックルが使いやすいなっていうことでやっております。そして、まあ、これ動画でもいろいろ何回か説明してるんですけども、自分はですね最近リーダーっていうのを組まないで、これねP6 号をこのね、スナップに直結してるんですね。で浮き止めゴムをかませて、これね絡み防止パイプをね、かませてっていうことで、システムを組んでいるんですけども、これによってP ラインを使っても針にねぐる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 ってね絡まったりしづらいっていうことでやっております。でまあ、ショックリーダー特有の伸びによってばらさないとかね、そういった要素はちょっと、なくなってしまうかもしれないんで、リーダーにはやっぱちょっとビヨーンってね、クッション材的な仕事もしてほしいなっていう人にはあんまりおすすめできないんですけども、よっしゃ食った抜き上げるぞーってテンション一回も抜かずにねグイーンって抜き上げちゃえなんていう時なんかはね結びの回数が少ないんで比較的ね、安定して、釣りができるんじゃないかななんていうことでね今年試してみております。まあ何にしてもリグるのが楽っていうね、ここユニノットで結んでいるのと、あと浮き止めゴムがついているぐらいなんでほんとシンプルなんでね使いやすいタックルで、ね、これをグレーっと巻いてね、で、このコードネームバスですね、こういう感じの組み合わせでやってみております。何にしてもね魚の追いっていうのはね、すごいね、多いので、だから広大な海なんかであれここシーバス今いるのかなとかね気になっている時なんかに投げると、夜であってもねああ追っかけてきた追っかけてきたなんてのがねよく見えたんでね、ああなんだろう魚がいるかどうかをチェックする時なんかにもね使えるのかな。で、実際にね結構これ浮かべとくだけで魚がスパーンってね吸い込んでくれるので、それはねもう見てるだけで癒されますよなんていうね、ところもございます。はい、こんな感じのタックルでやっております。まあね今日はねこれですね、届いたばっかりの、デプスのですね、コードネームバスね、2020のフローティング、これでまあ釣れたよっていうことなので、まあいろいろとつらつらと説明してみましたが、ぜひですねこんな感じのタックルもいいかもよとかね、こういう使い方もあるぜなんてあったらね、コメント欄にコメントをお願いいたします。あとはねコードネームバス釣れてよかったじゃんなんていう方はねぜひグッドボタンお願いいたします。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、デプスのですねジャイアントベイトコードネームバス、これをね、海で投げてみたところシーバスが釣れたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。